もいつもお世話になっております。抜け丸です。今回は、グンヒルド・ディルー・ブラムレイ式の、トリニティ・シーカーの解説動画になります。また、AOL とエンプティ主催の固定名レジスタンスに、途中から参加させていただきまして、そこでやられていた攻略をベースに、ギミック解説をさせていただきます。まずはじめに基本情報です。フィールドとマーカーはこのような感じです。次にボスの特徴ですが、ノーマルと同じく、3種類の武器を変え攻撃してきます。霊式は、さらに分体生成が加わり、本体と分体の攻撃が複合してくる戦闘になります。それぞれの武器と、その攻撃を見ていきます。武器を変えるときは、水流派を詠唱します。まず、エイハモードです。開幕はエイハモードからスタートし、途中、エイハモードになった直後は、ボスから、十字の直線攻撃が来ます。また、エイハで使用してくる技は、記載した通りです。続いて、貢献モード。直後は、ボス前後アンチの左右フィールド攻撃をしてきます。また、貢献で使用してくる技は、記載した通りです。最後に、熱拳モード。直後は、直線頭割り攻撃をしてきます。また、熱拳で使用してくる技は、記載した通りです。それでは、実際の動画を見ていきます。水流魔風陣、全体攻撃です。分体生成。ボスが分体を生成。分体も攻撃をしてくるので、武器や詠唱で攻撃を判断します。これは、エイハの分体ですね。とりあえず、一旦どっかに行きます。エイハ4頭の構え。初手から4手まで順番に詠唱。ボスの4つの剣が、順番に詠唱ごとに光ります。分体が戻ってきています。この後、本体と分体の複合ギミックになります。分体の攻撃は、武器と敵種リストの詠唱を見て判断しましょう。エイハ4刀流。構えの際に、ボスの刀が光った順に、外周へ、180度の AOE が4連続できます。ノーマルと違い、予兆から発動までが一瞬なので、順番を覚えておく必要があります。また、この時、ボスの分身がエイハ雪月花を詠唱していて、4回目の回避時には、格子状 AOE 雪風が出現するため、これに当たらない位置で避ける必要があります。エイハ4刀流の避け方の一例を確認していきましょう。光った剣から、順番に、180度の AOE が来ますが、来る前に覚えフェーズがあります。ここでは、左右で避ける例を説明します。AOE の方向は、このように全部で4方向ありますが、左右のアンチに注目すると、考えを2つにすることができます。ですので、マーカーの2と4に注目します。このように来たら、2、4、2、4と避けます。このように来たら、2、2、4、4となります。また、途中ボスが、真ん中以外で、エイハ4刀流をすることが出てきますが、その場合、左右でもいいのですが、上下でも考えることができますので、内側、外側のような覚え方もあります。次にエイハ雪月花も説明します。順番的には、格子状範囲攻撃、雪、視線、月、格子状範囲攻撃、雪、巨大円形範囲、花の順番で発動します。まず、月を見つけて、それに背を向けるように、雪のアンチに入りましょう。その後、雪の2回目のアンチへ、月に背を向けつつ移動し、花の位置を確認します。ここで、花が近くても、雪をしっかり避けた後でも間に合いますので、慌てず、まずは雪を避けましょう。では、実際のプレイに戻ります。エイハ4刀流。剣の光を見ていきます。アンチ、避ける方が、2、4、4、2ですので、はじめに2側にいます。北に出現した分体が、エイハ雪月花をしてきますので、4刀流を避けつつ、月の球体を確認します。月に背を向け、雪のアンチに入って、次に花を確認して、2回目の雪のアンチへ入り、花から離れましょう。水流派。ボスがフォルムチェンジし、直後に対応した攻撃を無詠唱でしてきます。ここは合剣固定で、
正面背面アンチのボス左右に範囲がきます。後見撃烈斬。前方範囲のヘイト1位に頭割り強攻撃です。無敵で受けましょう。霊言剣。ノーマルにもあった大剣がオーラをまとい、次の技の効果が変化するボスのバフです。後見撃烈斬。範囲攻撃だった技が、霊言剣状態だと、1名で受けると攻撃を避けれる技に変わります。霊言剣。次の技の効果が変化するボスのバフです。火の鎖。2名ずつ鎖で結ばれ、離れると切ることができます。後見強襲撃。霊言剣中ですので、フィールド全体範囲とノックバックです。柵を背負うようにして受けましょう。別パターンを見てみます。このように霊言剣がない場合は、柵で遮れるフィールド全体即死範囲ですので、隠れましょう。分体生成、突進。フィールド4箇所に分体が出現し、外周4箇所に、時計は半時計で円形範囲が着弾します。そこに分体が出現し、順番に中央方向へ突進してきますので、1体目の分体が出現した位置の手前で待ち、突進後そこへ入り込んでいくように回避します。この時、ボスは後見強襲撃を詠唱しているので、霊言剣の有無を見て、突進回避後に、柵の前か後ろへ行きます。この場合は、霊言剣がついているので、柵を背にして後見強襲撃を受けます。水流魔風陣。全体攻撃です。水流派。ボスがフォルムチェンジし、直後に対応した攻撃を無詠唱でしてきます。ここは熱拳固定で、直線頭割り攻撃ですので、ボス背面で受けます。分体生成、熱拳投機砲。3体の分体が出現し、ランダムターゲットの直線範囲攻撃をしてきます。熱拳地脈爆。ボスが移動した床と同じ色の床に範囲攻撃をしてきます。逆の色の床に乗り換えしましょう。分体生成、熱拳振動波足す熱拳地脈爆足す分体、熱拳投機砲。熱拳地脈爆に中央の分体からのアースシェイカーが追加されます。3人が対象となり、線とマーカーがつくため重ねないように3回しましょう。同時に地脈爆も来るので見逃さないようにしましょう。そして最後に3体の分体からランダムターゲットの直線範囲攻撃が来ます。水流派。ボスがフォルムチェンジし、直後に対応した攻撃を無詠唱でしてきます。ここは A 波固定で、ボスから十字範囲が来るので斜めに回避します。分体生成、突進足す A 波4刀流足す分体、 A 波雪月下。先ほどの突進と同じく、外周に AOE が着弾後、4体の分体が中央に向けて突進してきます。ここでは中央の本体が4刀流の構えを詠唱しており、突進回避後に4刀流をしてくるので、突進を避けつつ順番を確認しておく必要があります。この場合の4刀流のアンチは4242でしたね。最後に A 波雪月下もしっかりと避けましょう。炎の鎖。2名ずつ鎖で結ばれ、離れると切ることができます。水流魔風陣。全体攻撃です。A ハブ当選。ヘイト1位に赤マーカーがつき、強攻撃が来ます。分体生成、熱拳地脈爆足す A 波4刀流足す分体、 A 波雪月下足す分体、熱拳投機砲。本体の4刀流を避けているときに分体が地脈爆をしてきます。分体は青床で地脈爆をしているので、アンチは白床になり、4刀流アンチは白床上で2424ですね。また分体が移動し、今度は
白床で地脈爆音しているので、アンチは青床になり、四刀流の最後と同じタイミングで来るので、避け終わった後注意しましょう。その後に雪月花が来て、回避中に分体が直線範囲をしてきますが、雪の後に着弾するため、範囲が被っても、しっかり雪を先に回避しましょう。水流魔風陣、全体攻撃です。水流派ボスがフォルムチェンジし、直後に対応した攻撃を無影響でしてきます。ここは剛拳固定で、正面背面アンチでボスの左右に範囲がきます。分体生成 A 波4刀流足す剛拳強襲撃、剛拳強襲撃を避けつつ分体の4刀流を確認しますが、今回は中央ではないので注意してください。最初の方でも言いましたが、内側外側などで覚えるといいかもしれません。そして剛拳強襲撃後すぐに4刀流が来るため、もし左右で避ける場合は剛拳強襲撃を1回目のアンチ側で避けないと回避が間に合わないので注意してください。この動画はここで倒していますが、この後に来るギミックのタイムラインを記載します。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をポチッてしていただけるとモチベーションが爆上がりします。どうかよろしくお願いいたします。次はダウの動画でお会いしましょう。